お疲れ様でした。 さて黒田さん、今日はなんかツイッターの募集内容が夏の失敗エピソードだったんですけどなんか我々の思いつく限りの夏の失敗とかって思い当たたることとあっりしますえね話せることだったらいいんですよ、話せないことでも。P 入れてもまずいこと多いからえとね話せることじゃないけどえと太鼓って和太鼓奏者時代は和太鼓奏者だけど今もねあのさらしを巻くんですよ。 あの大きな包帯みたいな感じであれをあの腰あたりってで下にハンダコっていうね、えー、履くんです。白い半ズボみたいなホットパンツを、うん、履くんですけど、その白いホットパンツ的なものをハンダコを忘れちゃうことがあるんですね。はい、<laughs> 晒しってあのでかいあの板門メみたいなやつだから、うん、忘れないんです。よちくそのハンダコを忘れちゃうことがあって現場で。はい、ただあれもね反転自体が長くないか、うん、下見えちゃうのね。はい、だからその場合どうするかというと晒しを ダコっぽく見せるというか、うん、<laughs> 要はぐる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 巻いてパンツの方まで巻いて太ももまで巻いて <laughs>、はいえー、そういうふうに白いからね分かんないからそういうふうに見せるけど要はあのプ,チ、ね、プチ包帯男みたいな感じはい、はい、っていうのはよくあって、うん、そういうのはうちらの中ではでも足開かかななきゃいけないけらそうですよ非常に地味な形で演奏しながら。<laughs> <laughs> パンツが見えてないかな大丈夫かな,なそう大丈夫かなと思いながらその組大子ね、はい、お金もらってやってるっていうのはなんかそのよくありますね, <laughs> ねハラリっていうのは大丈夫だですねハラリは大丈夫でしよねふんどしは履いたことないんだけどねあとね <laughs>、はい、<laughs> よく俺言われるんだけどふんどしってどうなんですかって言けど、まあ、大子造者だからってふんどし履いてると思うなよこの野郎って <laughs> <laughs>、ね、<laughs> 一回もないですよ <laughs> イメージあるけどねやっぱね、うん、なんかねその晒しで言うと、うん、実は私もあのー、胸を踊りの時って潰してるんですようん、うん、巻いてて胸から巻いてるんですよであのー、踊りというか和楽器バンドでもうん、うん、中で私胸全部潰してて衣装着る前るじゃないとオビトのラインをたあの 段差をつけないように着ることに美しさがあって、ねうん、基本的に着物を着るときって胸をつぶして着るんですけど、衣装もつぶすんですけど、はい、で、あのー、私はね。 和楽器バンドの時は中にさらし毎回毎いてたら大変だから、うん、もうオリジナルでこういう潰すやつっていうのをこう作ってるんですよ、うん、衣装さんと。あそう伸び縮みもできるしあのしっかり潰せるしっていうのを一番最初に着るんですよ。なるほど,るほどで、それを必ず持ってるんですけど、うん、あの花風月の時に衣装さんがいない時に私、その中のやつ忘れて、うん、でもブラジャーをつけてブラジャーの話していいの <laughs> ブラジャーつけて <laughs> <laughs> 大丈夫めっちゃ笑って <laughs> <laughs> あのその衣装を着ると胸が今度ははっきりしちゃって<ー>帯との差がすごくてきれいじゃないですよボーンとして。なんかアニメキャラみといって、うん、は外して、うん、あのなるべくこうなんですか潰す感じで着て帯でしてもやっぱりあ あそこ乳首かなみたいな、なっちゃうんですよ。えー、<laughs> やっぱ場所が分かっちゃうから、あ,ははあの、迷ったあげく、バンドエードで処理したことはあります。<laughs> マジで <laughs> はい、ありますね。これ失敗ですね、す完全に。びっくりした。<laughs> ゆうこちゃんの話のうちが、バンドエード乳首っていう。<laughs> すげえ着地点に来た。はい、あの結構前の昔の話ですね。まあまあまあ、はい。 やっぱりブラザーしちゃうと綺麗じゃないのでやっぱ胸を基本潰して全部やってであとはなんかね女の子 あのの着着物るとわざとウエストは入れたりしたりりししますね胸に合わせてそれでも段差がある場合は,<あ>はお腹にタオルを入れて帯と胸の差を埋めるんですよでそれで平らにするとパッと見綺麗なので三味線の男性の方とかねよくしゃがの方とか袴を履はいたりするけど、はい、あのやっぱりそれもお腹にねそうそうそうタオルを巻いたりするからね。 だ細いっちゃダメなんだよね。キュッってなって、うちらの衣装だとね腰がキュッってなってるのが多いけど、うん、ああいうのは。 和の世界だだとねねああいう着こななしはあまりないんだよ、ね、で私は踊りを踊る時にセンスの出し入れをするんですよだから段差があると胸のところに段差があるとセンスが入れにくいので、うん、基本的には縦に平らに胸からなるようにスッと入れられるようにそういう衣装にしてて実は、うん、なのでなんか結構真似して作ってくださる方の、うん、お綺麗に見える胸元から、うんあのー、見えるのに大事なポイントって、うん、意外とその 女性だとウエストの細さとかすごく気になると思うけど、うん、作る時にやっぱり。 着物風にする時は襟が崩れないことあとはここの胸でボンってなっててもちょっとここがしわ寄るんで胸元というかウエストのところそこがなるべく平らになるようにするだけですっごい綺麗だなって思ったりしますその合わせの部分がねうちらも太鼓打ってる時そうだけど反転を着てる時に着こなしであそこがぐちゃっとするとよくないからで太鼓の審査員してる時もあそこがぐちゃっとしたまま演奏してるとマイナスになると思うし着こなしってねやっぱり和服はすごく大事だから。大事ですよねそのぐちゃ あと下もつあだから浴衣とかね、はい、あの皆さんの場合着る場合は歩いててそこをとにかく気をつけてもらわないと、うん、あと男子は襟が抜けないようにしてほしくて、はい、女子はね抜けてとまだそう,うんだけど抜きすぎだとなんか違くなる男で抜けてるとすごく良くないから、うん、あと斑点とかも含めてねだそこら辺は気をつけてもらいたいなってますねいや完全にでも今日はいい失敗の話しちゃったな私、うん、<laughs> いい失敗<果>あの大きなネタを投下したね。<laughs> ホラさんから振りかと思いました <laughs>。<laughs> <laughs> あ、そういえばあったなみたいな。いい振り方ね。あと今年夏のエピソードとしては、うん、あのギリギリのとこでね。ピー入れてもいいんだけど、はい、あ,のあるのは悪い話じゃないよ。あの今回夏にちょっと指導と監修した仕事があってあ、はい、言えなかったのね。いろんな問題があってね。うんうん、でそれをえっ、ー、と違うルートであのぼんやりと言うと、えー、こっちルートだと言えないから、日本で一番有名な アイドルさんがいっぱいいる男性アイドルさんがいっぱい、はい、えー、方たちと、えー、夢の国のキャラクターが、えー、どっかの番夏に放送されたので <laughs> 太鼓打ってるとこがあったと思うんですね、はい、そこははいそこは、えー、日本コーナー監修をしてるんですね、はい、でレコーディングもねあるだったんでただそこは、えー、夢の いいろろなあれがあれれがで <laughs>、はい、全く告知はできないんですけど、はい、ただ、えー、その男性アイドルさんですね、はいえー、その方に指導してで作曲して、うん、というのは今年の夏やったお仕事なので、うんうん、これはまあ,あ SNS とかに、ね、書けないんですけど、はいはい、まあい,いろいろ濁しながら今、ね、<laughs> <laughs> もうだいいぶ分かったと思いますだ、ね、<laughs> 私あれですあのその日ちょうど花フ月ゲスのリハだったので、うんで、ね、終わった後に3人、うん あともう一人マネージャーさんと4人であのちょうどお店でねかかっててうん、うん、かけてて <laughs>、はい、かけてもらってでそこで一緒に見てま観賞という形で入らせてもらってくもで尺八、えー、の神長の琴の企業も関わってるので、はいえー、こっそり